皆さんこんにちは、まなみです。前回は太陽電池を使ってバッテリーに充電したいということがありましたので、その前段階として太陽電池パネルを3枚買ってね、それを直列につけてテスト的に太陽電池を作りました。多分 16.5V かな、3枚で 16.5V の電圧のものができたということになります。なので今度はこれをね RX7 車にくっつけてどうなるかっていうのを見てみたいと思います。またね安電流なんかも測れたらいいなというふうにも思います。それではどうぞ。はい、ということでねセブンにやってきました。一応開けて鍵をねつけるんですが、よっ、はい、ということでねエンジンかからない、全放電ですねこれ。ということで、まあ、全放電しちゃってるので、まあ、しょうがないですよね。とりあえずこんな感じなのでバッテリーつないでみたいと思います。バッテリーじゃねえや、なんだっけ、蓄電池、太陽電池ねつないでみたいと思います。こんな感じ、これがバッテリー。ちょっとねしばらく動かしてないからちょっと汚いね、まあ、とりあえずこんな感じかな。で今作ってきたのがこれね、一応こういって太陽電池並べてみよう。こんな感じかな、3つ見える？あ、なんか出てる。今出てますよ。こんな感じだね。見えてんのかな？あ、なんかね、18.6V 差してるね。こんな感じ。見えないね。見えないかな？ 18.1V、17.9 とか。これ、青色 17.7。ということで、じゃあこれをとりあえず、これ、よいしょ、これつけてみます。どうなるかな？よっ。よっ。よいしょ。どうじゃ。あー。なんかさ、もう発電量が足んないんだね。3ボルトだって。足んないじゃね、3ボルトじゃね。今表示されてるのが3ボルト0アンペア。これ、このくらいの電気じゃダメなのかな。この、なんていうか弱いもんね。あれが。3.61 とか64ボルトを指してるね。3ボルトじゃな。電気も流れてない感じだしな。まあね、ちょっと時間もちょっと遅いんだよね。もう5時ぐらいでね、夕方になっちゃってるから、確かにこの時間じゃね、発電はできないかなって感じだよね。ちょっと残念だけど、一応無負荷ならよ 17.7V でこれつけると3.64V とかっていう感じになっちゃってるので、まあしょうがないよね。これ抜いたら消えるよね。一応 17V は出ると。ただ電気が 0.、電圧落ちすぎだね。もうちょっと上がってほしいな。そしたらこれ今度あれだね、今 3.58 とかだけど、無負荷でどうなのかちょっとやってみようかな。取ってこれ緩めてちょっと外してみよう。よし、今ねバッテリー外しました。そしたらこっちにつけてみるよ。やっぱ 3.58 とかだってダメか。ちなみにこっちは、お、ちょっと待って、今ねバッテリー直付けなんだけど 8.7 だって。 8.7、電流はちょっと表されてないけど、まあだいぶダメなんだねこれ。まあ要充電になっちゃってるからな。見えるかな。 8.57 とか 8.54 とか 8.6 いくつとか、バッテリーがそのくらいの電圧なんだろうねきっとね。ということでとりあえず今バッテリーの電圧もだいぶ低いし、予想以上に、ね、こっちの電流出てんだなってのが分かりますねこれでね。今日が当たってきたらすごい 5V とかになってきた。 6.7、6.4、今ちょっとね日の光が強く当たってきたんだけど、電流はあれだけど結構シビアになるんだね。日の光が強ければ強いほど、今ねピューンと上がって6ボルトぐらいまで上がって、今またね 4. いくつってなっちゃったんだけども、まあ、そんな感じで推移するので、今こっちでやると、お、今ね光やって今 10.6 まで上がった。これで電流計まで動いてくれればいいんだけどな。ちょっとね今6、あ、もう、まあまあ電圧が出てるってことは一応電流も流れてるってことだと思うので、表示されないぐらいね、まあ、10V、10.1、10.2、充電としてはまあそのくらいまで使えるってことね。これつけるとほら 6.677V、 7.2、 7.2 ぐらいっていう感じだね今ね、今のところね。ということで、まあとりあえずね、まあ、発電して充電はしてるっぽいので、まあ、とりあえずはよしということかな。まあ、だいぶ暗いからね発電も落ちてるね。16V だって。ということで、とりあえずねこれのテストは OK。 昼間にもう一回来て本当にね、あのこれどのくらいまで電圧出るのかやってみたいと思います。あとやっぱこれ充電しようかな、ね、充電してでどのくらい流れるかを
見てみたいと思います。はい、ということで、ね、次の日です。なんだこれ、バッテリー、これね充電しました。まあこれでね一応エンジンはかけられるかなという感じですね。で一回電圧ちょっと測ってみます。ということで今ね 14.8V、 風強いな。 14.8V です。でこれ外してるのかな、外しても変わんないはずだぞ。外してよっ、元外したらそりゃそうだ、 13.8 とかなってね。はい、外して単体で 13.3V ぐらいです。まあまあこんなもんなのかね。なんかどんどん下がってるのが気になるけど、ということでとりあえずね充電は終わりました。で問題は日向でどうなるかだよね。とりあえず日向に行こう。はい、ということでとりあえずねこっち持ってきました。今こんな感じでね、向こうから太陽光ってるんだけども、まあ、そこに太陽電池を並べてこんな感じ、一応角度つけて向こうに行くようにやってですよ。でここでこれね、ここで今出てるの、ちょっとこっちで見えないと思う、見えないんだけど、これで見るとね 19V ぐらい出てるんだよね。 19.1 とか、もうちょっとこれ長くしなかったな。で結構ね電圧出てます。 18.7 とか、まあ、ちょっとこれね見えづらいからあれだけどね。で 0A、 これがアンペアが出ればいいなということなので、これつなげてみます。で今いくつ、 18.6V、 今ここに見えないだろうな、表示されてます 18.6V。 そしてこれをつけるとプラスと、よっ、マイナス、どうかな、マイナスを、よいしょ、押し付けた、どう、おい、ちょ 13.0 にはなってるな、多分これあれじゃない、 13.8V になってるよ今。まあ電気あれかな、太陽光が弱いのかな、どうなんでしょう。なんかあんまり曇りで太陽がそんなに輝いてないんだよね、さんさんと。ちょっとね日が出るの待とうかな。一応ちゃんとでもね 13.8V に、 13V にはなってるので、まあ、一応ねこれ外すと 18.4 つけると、うん、13.0 なので、一応ね、まあ、この電位差で電気はいくばくか流れてるんだろうなというふうには思うんですけどね。もうちょっと光が欲しいね。あ、試しにちょっと持ってくるか。あ、今これ 0.04A になったよ。あ、なったほらほら見える、これ、あ、今見えたかな、見えてんのかな、あ、ほらほらほら 0.04A、 0.05、 0.04、 0.05、 0.04、 お、いいじゃんいいじゃん。これ 13. いくつだろう、 13V、 ちょうどいいぐらいじゃない、 0.05 で今これね、お、いいんじゃない。これでも安電流いくつかちょっと調べないといけないね。とりあえず今ねこれで 0.04、 40mA 流れてます。でこのくらいまだ日がそんなに暑くない時なので、このくらいなのかもしれない。もっともっと日がガンガン照ると上がるかもしれないけども、まあ、このくらいの時も多いので 0.5A、 0.05A、 50mA ぐらいでなのかな、これ以上上がるのかな、ちょっとわかんないですね。でもまあまあとりあえず太陽電池からバッテリーに今充電されてるということなどだと思われます。でちょっと今思い出して持ってきたんですが、これでかいやつ、これね10年ぐらい前にこの前 C8650 の電池を鉛バッテリーのケースにぶっ壊して作ったやつあると思うんですが、それと一緒に買ったやつなんですよね。でこれは確か 12V の充電用だったので、これちょっとこう置いて充電になるのかどうか試してみようかな。要はこれね、多分白がプラスで黒がマイナスだと思うので、これを充電器なので、それ外してこれね18650のバッテリー充電するのに作ったやつなんですけど、それをつなげてちょっと試してみます。黒が電気に来るかな、よいしょ、お、すげえ、ちょっと一回外すね。外すと今ね見えるかな、 19.6V で 0A、 今ねすごい。でこれをバッテリーにつなげたらすごいね、この大きさだとほらこの今ぐらい、ちょっとね今火出てきたんだけども 0.23 とか 0.1、 170-180mA、 さっき25-26-25-250mA、 260mA と流れてるね。あ、すごいね、やっぱりこれだけ多いとね、さすがにちゃんとした充電してくれるんだね、ということですね。じゃあとりあえず持ってって、あとは安電流ちょっと調べてみたいと思います。車ね、バッテリー接続すると少しずつ電気が流れるはずなので、それをちょっとね、回これ使ってできるかできないか分かんないんで、ちょっとやってみたいと思います。ということで今ねこれ結線しました。今ね現状で結線したんですけど、あ、まあ、バッテリーからね電流電圧計に入って、で出口からこのワニ口でつなげてるという状態になってます。で今実際に電流電圧が 12.8V の 0.00A と
で、これね、一応これ外して取り付けるときにちょっとパチパチっとスパークするんですが、その時にちょっと電流流れるんですよね。それ見てみると、これ今ね13、あれよいしょ、今ねいくつか流れたと思うんですけど、結局ゼロに戻っちゃうんですよね。で、もしかしたらこれの電流計の解像度が 40mA 以上からなのかもしれないですね。っていうのも、これ 30mA の時の表示を見たことないので、だとすると、まあ 40mA 以下との解像度だとすると、今こう映ってないので、これでまあこの今この車 FD は 40mA 以下の暗電流が流れると、まあ思っていいのかなというふうに思っています。特に使ってないのでね。なので、ここからこいつね、こいつ、使った時、さっきね見たら 0.05 とか 50mA とか 70mA も出そうだったので、とりあえずねこれをもう一回今つけて、紐取ってるんでつけて試してみたいと思います。あと大きい方でもちょっとね試してみようかね。はい、ということで、ね、今度これ配線つなぎ直していきます。はい、ということでね、またつけました。今回今度で、今度またねこれつけます。マイナスと、よっラスト、よいしょ。あとこっちもねつけていきます。まあ昨日と同じようにここに並べてみようかな。で、マイナスと、よいしょ、プラスと、よいしょ。お、見て見て、いい、120mA 流れてる。お、すごいすごいすごい。見えるかな？見えてる？見えてるといいな。こうするといいかな。ほら、見える見える、今110A。はい、じゃあ110mA。電圧が4面 12.9。ね、ほら 12.9 だね。 0.1A が流れてんじゃん。2と、じゃあこれでいいかな。ね、多分いけるよね。あと、まあこれに方向性ダイオード、ダイオード入れて逆流防止のダイオード入れれば、これ壊れることもないので、これで OK ということで、 OK かな、もしかして。いい、おお、曲作品が見えてきたね。そしたら今のところこれで、このセットで、まあ、このぐらい直射日光当てれば、ね、100mA 流れそうなので、よしとしましょうか。ね、おー、よかったよかった。じゃあそういうことで、今回ね、この3つでちょっと作成してみたいと思います。一応、まあ、これはね、分かったので外して、これね、これでもちょっとやってみたいと思います。ちょっと見えないけど勘弁。これ外れちゃってた。プラスとマイナスで、黒が、赤が白で、おー、すげー、見える。今ね、あれでね、 13V で見えるかな。ちらついちゃうけど見えないね。 13V の 0.3A、 違う違う、あ、そうそう、 310A、 300mA、 300mA 流れてますね。やっぱでかいとでかいんだな。今ね、これだよ、これ、これね、これ個室ですごいね、350mA だよ、360mA。 まあまあぼちぼちだよね。はい、ということで、まあまあ充電できているのでいいね。はい、これで一応 FD がバッテリー上がりになるのも少しは防げるのかなというふうに思ってます。ということでね、今回はここまで。次回は3枚のこれね、この太陽電池を使って、まあ、ケース、室内に置いておこうと思うんですが、そんなケースを、まあ、作って室内に置いておこうと、そんな感じにしたいと思いますので、ぜひともね、チャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、このチャンネルは DIY できそうなものがあったら何でも挑戦することをモットーとしています。チャンネル登録やね、グッドボタンなんかもよろしくお願いします。こんな感じ。それではまたね、バイバーイ。どっちがいいだろう。